はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガシャポンぶっ飛ばソウルホット08弾です。はい、早速トリニティもラインナップされてて、相変わらず早いっすね。で、ここには無限魂とかいますし、覚醒レアでマッハがいるんですよ。めっちゃ欲しい。で、あと兜系が充実してたりとか、兜のエナジーアイテムがあったりしますね。で、前回パック版をレビューしても、それはもう星4しか出ないし、エナジーアイテムもバンバン手に入るし、白銀レアメダルも確定で1枚入ってるっていう、もう紙ボックスがね、こういうのが最近発売しましたが、これで2800円なんです、ワンボックス。今回3000円使って30回回してきたわけですけれども、まあいつも通りですが、どれくらいの排出なのかな。ひどい時1と2、星1、2ばっかしか出ませんもんね。とりあえず今回はトリニティ関連が欲しいのと、あとはやっぱマッハだね。マッハ好きの僕としては、まあ、シジマゴー好きの僕としては覚醒レアのマッハが出て欲しいところで、あれだよね、最新のジオでさ、今後6個のレジェンドエピソードをやるっぽい予告があったから、大魔ジオがわざわざああいうことを言うってことは、で、そこにドライブもあったわけよ。で、ドライブのライドウォッチってもうギーツが持ってるんだけど、あれは強奪したものだから、ちゃんと継承するためにはゴーストみたいな、ああいうエピソードが必要みたいで、しんのすけはねちょっと難しそうだから、マッハ出てほしいなぁ、しじまゴーってことで、開けていこう。30個。じゃあまず1個目、第1希望。おーすごい、おーすごい、どうした？ 08 弾。いきなりアギとバーニングフォーム、やった！星4。嬉しい。あんだけパック版だとバンバン出るんだけど、こうやってガシャポンで出ると嬉しい。そうそうそう。マナちゃんとかもさ、大人になって登場してるし、アギと編でね、次の。まあ、大人になったマナちゃんは、電王のね、ナオミでもう一回見てますけど、翔一くんが本人出演ってことで、すごい嬉しい。めっちゃ盛り上がりますよね、ジオーここから。はい、ゼクトルーパー。なんかさ、去年の時点で、レジェンド編が一段落ついて、そのダブルのアーマーが出たりとか、クーガーのアーマーが出たり、映画でね。で、佐藤健さんの方に出演があったりとかして、あそこで一盛り上がりあって終わりかな、もう完全にジオー編入ってるなと思ったんだけど、ここに来てレジェンド編再燃っていう。意外な展開。はい、ジオのゴーストフォームですね。あ、今回いい感じじゃない？ここがクリアの時点でマッハの可能性がありますよ。さっそうど。あれだよ、兜編残ってるからさ、天道の出演ワンチャンあるんじゃない？水島ヒロさん自体は出たいっていう風にインスタかなんかで言ってたから、出てほしいなぁ。見た目変わってないじゃん、全然。まあ、それか、鏡か。はい、ザビーね。今段は、兜推しなわけね。はい、ゼクトルーパー。そう、結構レジェンド、ここから本人出演祭りがありそうな予感。ジオートリニティ来たけど、星2ですね。僕もツイートしましたけど、騎馬編もあるから、まあ、でも瀬戸康史さんの渡るの、本人生多分なさそうだから、ほとんど仮面ライダーのことに言及してないし、ただ、オトヤがね、武田浩平さんがいるから、まあ、オトヤが出てくれればいいかなと。おー！やった！星4の無限魂！さっきサイトに載ってたやつ。やった即属性。無限魂、かっこいいなぁ。アーツ化されないのかなぁ、本当に。そういえば、無敵も、アーツの続報ないね。あ、これ、誠兄ちゃんもしかして、あれじゃない？新スペクターのシクレの可能性あるから横に置いとこう。電音編はね、もう映画で佐藤健さんが、おーすげー、カブトライダーフォーム。これはやばいぞ今回。めっちゃ出る。出たから、まあ、あとは電音編は、何？イマジンズか、コウタロウ出てきたら面白いなーって思ってますね。はい、ジオートリニティ。あ、これシクレじゃない？シクレじゃない？星1だから。ちょ、横置いとこう。え、今回さ、星4もめっちゃ出るし、いい感じだぞ。エナジーも出てもいいよ。ザビー、これ2個目だからないか。でもさ、アギト編が始まる超いいタイミングなのに、オルタリングの CSM 意地でも出さない感じなんすね。
いやー、いいんだよ。デルタ全然いいんだけど、今のタイミングだったら、オルタリングなんじゃないかなっていう風に思うわけよ。あと今回 CSM のね、発表の仕方がほんと微妙だったから僕的に。やっぱね、なんか、まだモヤモヤすんだよね。まあ、ブレンのおかげでだいぶスッキリしたけど。はい、そして、アギとストームフォーム。アギともたくさん出るね。オルタリング結構引っ張るな。でも今出さなかったら本当いつ出すんだろうって感じ。リュウキもさ、CSM の発売の後にさ、ああいう風に新作がやってくれたりとかさ、ミライダーもさ、今忍びで盛り上がってる中受注してるわけだから。オルタリング来てほしいな。もうでも、最近 CSM の発売ペース早いっすよね。気のせいかな。なんかいつもポチってる気がする。はい、そして、もう残り、そんなにない。ガタック。今回珍しく、いつもさ、星4とかが、おぉ、後半に来るんだけど、今回結構普通に前半に来ましたね。お、ジオウのオーズフォームだ。タジャードルーね。この辺ももっといろんな形が出るかと思ったら、ちょっとスーツにお金かかっちゃうから。おー、やった!バーニング2個目。あんまり出ないっすね。まあ、でもジオートリニティが意外とかっこよかったのが、ほんとよかった。はい、ネクロも星1。これ友情バーストとかあり得る?友情バーストのアイコンも出なかったな。はい、そして、星1ジオートリニティ結構出るな。で、あ、もうあと3つぐらいしかないよ。はい、ドレイク、アルティメットメイクアップ。あ、そういえば、あれらしいね、パーフェクトハーモニー、ビューティフルハーモニーだったっけ?令和って、英語で言うと、令和、あの、新しい言語の、令和って英語で言う、やったジオートリニティ。新しい、その令和ってビューティフルハーモニーって言うらしくて、惜しい!もうちょっと、言葉が違ったら、パーフェクトハーモニーだったのにと思って。やった!ジオートリニティ、すごっ!今回、超強運、エナジーこそ出てませんけど、これで最後、最後だよね。最後だよね。マッハ出たら、すごいよ。いきます。せーの、ドン!あー違う!あー違った。ジオの、ゴーストフォーム、ディケイドのね。じゃあ、あとは、これよ。この、星1は被ったから、スペクターに、特にしくれではありませんでした。でもちょっと待って、めっちゃ出たぞ、星4。まず星4がゴースト無限魂、速属性4900。かっこいいな。無限魂ほんとスーツいいんだよ。で、さらにジオートリニティ、蹴り属性4500。公式サイト載ってましたね。で、カブとライダーフォーム。かっこいいな。水島ヒロさん、もう一回、天道やってほしい。で、アギトのバーニングフォームが2つ。なので、3000円で5枚も出た。やば!すご!まあ、そう思うと、この紙ボックスがね、いかに紙なのかがわかりますけど、いや、それでも普段さ、1枚とか、下手したら0枚とか、星4、そういうこともあるから、これはいいなぁ。で、あれらしいですね。キャンペーンのメッキのブリザード、グリスブリザード、ほんと当たんないらしいですね。聞くところによると。まあ、そもそも当たりが全然入ってないみたいな。僕はとりあえず狙うつもりはないんだけれども、うん。カブトとか、やっぱシンプルながらいいな。星さんは3枚出て、ジオウのディケイドアーマー、オーズフォーム。これネーミングがややこしいんだよな。見た目はタジャドルなんだけど、オーズフォームなんですよ。ディケイドのね。なんで、ジオウ、ディケイド、オーズっていう3つの名前が入ってるから、よく間違えちゃう。で、さらに、ディケイドのゴーズフォーム。要は、これは、グレートフル魂ですね。が、フォームチェンジしたものになっております。グレートフルの文字とか。星2が仮面ライダードレイク、ドレイク、ドレイク、さらにジオトリニティでガタック、即属性だから分身してますね。で、さらにアギトのストームフォーム、ガタック、もう2枚ありました。そしてサソード、もう1枚とザビー。なので、これで、まあ、カブトも含めた、
カブトも含めたゼクト系のライダーが今回充実してるって感じですよね。それぞれほんと同じ作品とはいえオリジナリティ見た目あるな。で、星1、シクレはね、ありませんでしたね。この辺とか新スペクター来るかなと思ったけど。マコト兄ちゃん、スペクター、ジオートリニティが1、2、3、4枚で、改めてジオートリニティ見ると結構金のカラーが多くってね、かっこいいっすよね。ただ本当に電王クライマックスフォームっぽいだろうなと思ったら本当そのままだった。ネクロム特属性 A。かっこいいわ、ネクロムも。そして、ゼクトルーパー。とはいえ今回アリドのバーニングが被ったとはいえ4種類のこの星4のライダーたちが出ましたので排出としては大当たり。なんだけれども、マッハはね、出なかったね。そこはちょっと残念。でも前回は1回目がひどくてリベンジしましたけど、今回はとりあえずいいかな、というような排出結果でございました。一応ブックレット見ると、あと星4は、バーニング出たでしょ ?G3X か、エクシードギルス。で、マッハとチェイサーが覚醒レアで、両方ともいいやつが覚醒レア来てる。無限魂、いいカブト、この辺は出たね。で、ダークカブトのライダーフォームも星4でいますね、トリニティ。そう思うと結構ほんと今回星4系ほとんど出たな。以上、ガシャポンぶっ飛ばそうるホット08の紹介でした。